どうもこんにちは、プロボーラー水ピーです。いつもありがとうございます。今日は福岡のあるジュニアボーラーと、なんかの時に縁がありまして、ジャパンオープンやったから、はい、その子と、お互いが今日店が営業再開しだしましたので、10投勝負やってみたいと思います。スコアをつけながらになるので、単に点数関係ないです。ストライクの数が、多い方が勝ちですね。ですので、最大12個まで出すことができます。はい、で、女子ハンデを差し上げたいと思いますので、ボーリングみたいにプラス1個ということで勝負をさせていただきたいと思います。向こうのがもうすでに人気者なんでね、はい、若い者には負けんように頑張りたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、じゃあ今から打倒ユリポン、全部ストライク出してやる。おっさんの底力を見せてやる。これどうだ。いや、まあ、今日は周りにお客さんがいっぱいおるんですけど、はい、なんか厳しいの、みんながなんか久しぶりやのに厳しいよ、みんな。さあ、行っちゃいましょう。これ全部行っちゃいますよ。薄いかな。あー、よかった薄いながらのストライク。よし、今日はもう開けて全然投げてなかったので、どうしても投げたいクリスタルフィジックスを無理やり使ってますけど、ボールはちゃんと吹かなあかんすね、やっぱりね。これね、今日は水ピーシャミじゃないです、被災シャミ、被災ボールも味方につけてやっちゃおうということですね。大失投、体力なさすぎやわ。なんか最近ね、ボーリーグで天秤ミスばっかりしてるんで、天秤がトラウマになってきてるんですよ。さあ、よし、今の失投はもう自分が悪かったので1球で直す。戻れー、戻ったー。さあ、相手は全国区ですからね、全国区にハンデを上げて投げてるっていうね、なんとも言えん、このもうなんか微妙にアウェイ感、自分のセンターに投げてるのにアウェイ感。よし、戻れ。ああ、イエス。これで多分僕が勝って、ユリポンに水谷プロ嫌いって言われるのがちょっと描けてきた。まあ、大体みんなの口癖ですね。なんでそんな女の子に厳しいんですかっていうのが口癖ですけど、はい、僕は
女性には優しいはずですよ。でも厳しい子もいきますよ。戻ってほら戻らんダボ止まり。これ一番試合で嫌なやつね、ダボ止まり。点数が伸びていかんってやつ。あ、やばいんちゃう？見た見た見た。今日はね、後ろにジュニアクラブの子たちがたくさんいてて、しめじがつかん。一人骨折してる子いますけど。あ、骨折なんかゴールデンウィークで治ってたらしい。いいんじゃない？親指抜けへんかったけど、ほらね、だいたい失投するとストライクになるね。ちょっと親指が抜けが悪かったんで。さあ丁寧にいきましょう。どうでしょう、今んとこストライク5個。あ、薄いか。ほら薄い。今スピード入ったもんな。これはまずい。あ、まずい。ちょっとまずい。1,2,3,4,5,6,7,9個まででしょ、9個まででしょこれ。すいません、隣のお客さんが順番をわざと譲ってくださいました。これはそれを出さないと。よし来た、暑いかな。あー最悪や最悪やもう辛い。これ取ったら俺の勝ちにしといてもらおう。やったー。よし、まあストライク合戦してんのにスペア取れて喜んでるから、今のはストライクになるやろうか。あれローカルルールでストライクちゃうかな。っていうか天秤ミスって、天秤ミスって6-7取るなよって話だね。これぐらいか、これぐらいか。おー危な。よし、今の先のスプリット取れるとね、やっぱりテンションが上がりますよね。あーでも点数はただの2ダボ。ヨーロッパで1個のボールと言われてるのに2ダボ。これはいかん。もう一個欲しいな、戻ってきて。あー倒れた、危ない。これねえ
ヘザイボールのピンじゃなかったな。多分やばかったよね。さあ、これなったら最後の1個も大事だよね。1、2、3、4、5、6、7、今7個なんで8個にしたい。あー打ちミスやー。あ、ほら最悪。はい、ということで2、4、5、6、7個でした。点数は224です。はい、どうもありがとうございました。7個です。点数が224、これはやばいね。全国区のアマチュアトップジュニアですからね。まあ本気で投げたらこんなん余裕で勝つんちゃうかな、相手がね。はい、まあ女の子に優しかったということで今日はこれで勘弁してください。はい、本日は以上でございます。内容がよろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ゆりぽんチャンネルも、リンク貼ってますので2人とものチャンネルを登録お願いします。おそらく負けてそうな気がするので、またリベンジ動画を撮りたいと思います。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。